ワンステップ。まあ私はうつ状態の時にそのがんが見つかりっていう一番こうショックが大きかった時にかえってこう厳しく家事指導してしまったんですね。やられる側としての体験も詰めて、なんか本当にこういい意味で人生変わったような。どうも皆さん、こんにちは。長谷川和夫です。今日はですね、YouTube 患者インタビューの回であります。はい、今回はですね、ももさんに来ていただきました。どうもももさん、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。この企画はですね、結構好評なんですよね。皆さんの生の声を聞けるってことで、聞いてる方々も楽しみにされてるんじゃないのかなと思います。では早速ですね、ももさん、簡単に自己紹介をお願いできますでしょうか。はい、私は、現在、59歳になります。神奈川県の藤沢市に住んでおりまして、基本的にはずっとデザイナーを長いことやっておりまして、ちょっと前までに夫の両親を看取ったりとか、うちの親もちょっと年を取ってるのでそういうのもありまして、今は離職して、急になんですけれども、介護に専念している状態であります。はい、あ、そうなんですね。本当に今日はお話聞かせていただいてありがとうございます。まず写真をですね、いつも紹介させてもらってるんですね。はい。この写真は、これはまず誰ですか？はい。実はこの写真を出すのは非常に恥ずかしいのと、本人に実は了解を得てないんですけれども、はい。実は私の夫です。で、旦那さんなんですね。はい。で、我々は本当に仕事に邁進していたりしてましたので、結婚が遅く、子供がいない夫婦なんですね。はいはいはい。で、こちらの写真は私が手術が終わり、昨年の9月に、夫が長めの夏休みを取ってくれまして、場所はこれ熊野古道の熊野本宮大社っていうはい、有名な古い神社なんですけれども、車から降りた時にあまりに暑いので、思わず持ってたタオルを巻いてやったんですね。はいはい。で、そしたら普通だったら恥ずかしいとか外すとは思うんですけれども、非常にやっぱりこうニコニコしてまして、ずっと、参拝の道すがらずっとこのまんまで喜んでこう行ったわけなんですよね。で、なんて言うんでしょうかね、これ私がちょっと術後の経過が、やっぱり介護の疲れもあって、体力的にも精神的にもちょっとこう回復が遅かったんですね。はい、はい。で、そのドライブの道すがらもちょっと体力なくって、車の中で寝ていたりっていう、状態だったんですけれども、やっぱりうちの夫はそれでもこういうところまでその遠出ができたことを非常にこう喜んでまして、なのでこういうタオルをかけてやったとしても、もうなんか本当にこうもう夫の方がこうニコニコして喜んでまして、はい。で、この後ろの写真っていうのは、暑いのでシャツでも羽織ったらって言って羽織らせてみたら、シャツが裏返しという写真でして、襟ネームが見えている。それでも、本人気がついてないのもあるんですけども、その非常にこうやっぱり嬉しそうな夫のこの姿を見て、そこからやっぱり私も徐々にこうやっぱりこんなにこう一緒にいることを喜んでくれてる人がいるんだということに、本当に心の底から嬉しさを感じて、ここら辺から、心理的な、疲れであるとか、ちょっとうつ状態だったりしたものが、急にこう晴れていった時の、記念の写真っていうことになります。なんかもうとっても大切な写真ですね。そうなるとね。そうですね。はい。はい、あれですね、確かに自分以上にこう喜んでくださる方がいる、家族であってっていうところっていうのは、そうですね、その嬉しさは伝わってきますね。とっても大切な写真なんだなと思いました。はい、はい、ありがとうございます。皆さんも聞いて、何かこう一場面を覗かせてもらって、いいお話聞けたんじゃないかなとか思いました。では早速ですね、じゃあももさんのお話を聞いていきたいなというふうに思います。ではまずは最初のトークテーマですね。がんと言われた時のことを教えていただけますか？はい、一昨年に夫の両親を、看取りまして、いろんなことがこう整理がつかないまんま、健康診断も2年ぶりぐらいに、受けたんですけれども、そしたら肺にちょっと大きな影があるということで、精密検査に向けてがんが発覚していったということなんですが、まずは、本人全く自覚症状がなかったので、そうなのっていう感じなのと、実は私の実の父が肺がんをやってまして、ずっと付き添ってましたので、 CT なんか医師の説明にしても手術の説明にしてみても、自分のことながら人事的に、冷静にいけてる状態でして、もう気がついたらそのまんま手術になだれ込んでいった感じでした。はい、あれですか、組織型は腺がんでよろしいんですか？はい、腺がんです。そしたらなんかやっぱりじゃあ肺の先の方に、真ん中じゃなくて先の方にできてるみたいな感じですか？そうですね、右上葉になります。そうするとやはりなんかよく教科書に書いてあるように、はい、自覚症状はないんだよねっていう、もう本当にそのものそのまんまっていう感じなんですね。そうですね。なるほど。はい、ただ健康診断2年ぶりぐらいだったんですね。はいはい、はい、だったのでちょっと私の場合は、影が3センチぐらいありまして、いや2年前ぐらいだったら、もっと小さいうちに発見できてて、もうちょっとでも早くは手術してたら、もう少しその後のことも安心だったのかもしれないなと思います。はい、確かに何か普通に定期的に1年に1回とか行ってきたことを、コロナっていう事情ですけれども、はい、何かちょっと飛ばして、はい、その時にその後の健康診断で見つかってしまうっていうことだと、なんか時どうだったのかな、あの時やっとけなかったなとか、それはどうしても起こりますよね。これに関しては、今更言ってもしょうがないけれども、やっぱり周りの人には私もタバコは吸ってないんですけども、やっぱりまさかと思っても、一応健康診断っていうのはやっぱり毎年受けろっていうものはやっぱりちゃんとやっといた方がいいよという説明がね、本当に親身にそうですね、はい、説明ができる状態です。そうですね。肺がんの場合はそっか、健康診断とがん検診が兼ねているみたいなところがあるんでしょうかね。はい、それでレントゲンを取っていただければ、そこでちゃんとした診断をされていれば、がん検診もきちんとなって、はい、見つかる可能性が高くなりますもんね。では治療選択のお話、ぜひお聞きしたいんですけども、はい、ステージ自体は、はい、これももさんはいくつになるって感じですか？はい、結局は、1A の3になりまして、大きさとしては腫瘍の大きさとしては3センチだったんですけども、はい、3センチっていうのはちょっと微妙なサイズでして、はい、1A の3っていうのがもう、はい、これは抗がん剤をするかしないかに関しての、はい、ちょうど迷いどころだったみたいなことでよろしいですか？そうです。はい。そうですよね。一応ガイドライン、皆さんに説明しておくと、ガイドラインではステージ 1A だと、抗がん剤はしなくてもいいんですよ。ステージ 1B になると抗がん剤はやりましょう。飲み薬を飲むんですよね。はい、そういうふうに抗がん剤があるなしがそこですっぱり分かれるんですよね。で、はい、1A も、ステージ 1A の 1,2,3 とあって、その3番目だ。つまりステージ 1Aのその一番なんていうんですかね、ステージ 1B に近いところにいるっていうことですよね。はいはい、なので抗がん剤が本当にあればやった方がいいのかな、それともやらなくてもいいのかなっていう、その際にいたみたいな、はい、そこでどうするか悩むし、またなんだよこんなとこじゃなくてもうちょっと早く見つかってればそんな悩むことはなんかなかったのになみたいな、そういうニュアンスだっていうことでよろしいですかね。はいはい、はい、なるほどなるほど、あ、よくわかりました。確かに迷いますね。ちなみにその時には先生はその抗がん剤のあるなしについてはどんなふうに先生はこう提案されたんですか。ぜひその時のことを教えていただけると。はい、やっぱりこう手術する神奈川県がんセンターでやったので、はい、同日に手術する方っていうのが何人もいらして、はい、だいたい2センチの方が多かったんですね。で、私が3センチっていうのが一番大きい状態の人間でして、でしかも一番年が若かったんですね。私はこう随分勉強してたので選択の方法とかっていうのを知ってはいたんですが、実は、その後の細胞診を結果を見た時に、私のケースでは、49% がマイクロパピラリーっていう、ちょっとこう増殖が早いというか、あまりこう洗顔なんですけども、ちょっとこう予後が悪くなる系統のものが、ちょっと多めに入っていて、これは微妙だなと思ったものの、医師の判断でいいでしょうという形になったので、先生の選択をそのまま飲んだという形です。はい。あ、なるほど。それでこう手術をされて、じゃそのまま退院したら基本的には治療はなしということで、はい、今に至っているっていうところなんですね。そうです。はい。はい。あ、わかりました。なかなかあれですね。迷うところはありますね。やっぱり今お聞きすると迷われて決めたんだなっていうのはなんか伝わってきました。はい。はいはい、ありがとうございます。いや、ここで今まででがんと言われた時のことだったり、またその時はこう冷静にね対処していた経験からそんな風にできていたんだけども、また自分の決断だとなかなか迷いながら進んでこられたことがよく分かりました。ありがとうございます。はいはい、じゃあ次のトークテーマに行きましょう。辛かったこと。そうですね、辛かったことをぜひ教えてもらえますか。はい、夫の両親を看取ったりした後でしたので、そもそも介護経験で、いろんな体験をこう積んできた後の話だったんですね。それで高齢者病院に随分こう足しげく通っていたので、人間のその最後というものを随分こう見てきてしまったところがあったんですね。で、こんなにいろいろ頑張ってた人でも、認知症とか高齢期になると、こういう形でこう皆さん意識もないまんま、ただその心臓が止まるのを待ってる状態っていう人たちがたくさんいるところを、ずっとこう見てきまして、意識があってやりたいことをやり抜いて、生涯を終えられるっていうのも、これはこれで悪い話じゃないよなっていう介護を体験してきたがゆえの、そのサバサバっとしたこう感じがすごくあったんですね。なのでそんなにこう死に対する恐怖みたいなものはなかったんですけども、やっぱり夫にしても高齢のうちの親にしてみても、私がいなかったらどうなってしまうんだろうかっていう心配で、それがゆえにゴミ出しの仕方であるとか、家事ですよね。ご飯はどうやって炊いて、どういうふうにやって味噌汁作ってとかっていうことを、一番こうショックが大きかった時にかえってこう厳しく家事指導をしてしまったんですね。夫のことを思ってっていうことだったんですけども、後のことを考えすぎて現実的にちょっと厳しめに対応してしまったところがかわいそうだったかな。ワンステップ。